さあ初戦からもうこの息ができないようなところではありますが、トリガーの選択も少しそうですね、面白いところがありましたね。プゲラ側が V トリガー2を選択しました、さあこの最終節デイワン、先鋒戦にやってくるのはプゲラバイソン、対するは樋口のガイル。プゲラも変えてきたっていうところはどう出るのか、確かに昨年度はね、その 1-2 だった気がしますよね。時のなんか 1-2 でこうバイソンとやってきていたっていう印象がありましたね。組み合わせなんですけども、やっぱりこのソニックブームに対して V スキル1の KKB バッファロースイングタームだけですね、これがあるんで、はい、ガイルがいつもできるっていう、その離れた前で飛び道具でこうプレッシャーかけていくっていうのはしづらい。さらにね、このバイソンがやっぱり3フレーンの立ち上キックを持っているんで、押し返しの立ち強キックがかなり使いづらいですね。それでもガイル側としては、まあ、バーンストレートや、まあ、ソバット、そしてニーバズーカのセンターアンテナを使って、まあ、ラインを押し上げていかないと苦しくなっていく、そういう展開ですね。さあ両者ともに V トリガー発動可能だが、樋口しゃがみ中パンチにつないだ、カウンター確認バッチリ。ここから画面の端、有利は樋口か、これ使うか、使い切りましたね。ただ発動ストッピングから発動ノーマーシードでるバックステップで安全に受けていったのは樋口。もう少し消費者削れればクリックからですね、はい、指示あります。打ち合っていったら加藤田がグラウンドで突っ込んできた、ギリギリ体力が残った樋口だが、プゲラバイソンがペースを握っています。前に出なければいけない樋口、ここはマイナスから不損の一発、残った残った、どうなるの、どちらが制するか、飛び道具を抜ける手があるのはプゲラ、うよくあった、踏み込んでいく、ここはいきなり樋口らしいプレーそうなんですよ。2番のダウンをしたときに、やっぱ状況的にはプゲラ、立ち上キックを打てば、最悪でも相打ちになると、まあ、どんどん削り取れると、そうですね、プラス1、いくら頑張ってもガイルが1ぐらいも有利しか作れないんで、そこの3フレ立ち上キックに、いきなりソニックアリケン、これが樋口さん、目の前にチャンスをつるように樋口がラウンドを取りました。セオリーをこう使いましたよね、そうですね、普通だったら上級者としてはこうなるっていうところを裏切る。ただ立ち回りではプゲラが本当にソニックをうまく、そうですね、バッファロースイング非常に高い精度、画面8、さらには体力のリードはプゲラ、状況としてはプゲラが優勢です。おお、もう切れる、反撃、お、これは美味しい、これはめり込んでいる、樋口としても切り返す手段ができました。ラインは中央まで上がる、この中央でソニックヒット発動から画面端倒しきるっていうのが樋口のやり方になりそうですね。そこも成功すればゲージも溜まりそうですし、ミラとしてもじっくりですね、ライアシュ発動、ガードの上、早めの発動です。前に行く、じゃあ3ゲージが見える、チャンスあるか、橋を作ってこのゲージ状況、あここもウィリバー、さらに2つウィリバー、真っ白な状況、樋口は一手は受けれない、ミラはここの白を取りたいが、うまく差し返した、まだ残っている、まだ残ってるぞ、怖い状況が続く、前に来る、ここは相手に準備をさせずに早めに勝負を決めたプゲラ。今みたいな局面でまたこうニーバズ投げとかがね、あの逆に効いてきそうな局面だったんですけど、プゲラの差し返し EX ダッシュすると、これは効きましたね。さあ早めの入れ替え投げからこの橋をキープするのはプゲラ、先端かなり早い、ね、そう隙があるんですけど反響難しい。さあどんどんソニックを抜けてラインをキープするプゲラ、橋のキープはかなり長い時間ついている。じゃあどう切るか、イエプス、イエプスソニックで一本回しました、潰した、トリガー溜まっているぞ、プゲラガードしている、これは大きなガード、ここからリターンバッチリ、そしてダブルアップ成功、ここは強欲に狙っていく、まず1試合はグッドウェイトスカット、プゲラバイソン、そう砕きましたね、まずやり返しと言っていいでしょう。樋口としてもここはちょっと一発かましとこうかなっていう打ち方だったと思うんですけど、プゲラもしっかり後ろに下がっていた。確かにバッファローストレートからやっぱり壊しと、まあ、投げいったその近距離の強力ですからね。で立ち強キックっていうのは前に見えていたんで、まあ、一回樋口も勝負しておこうというところでしたが、その後もそのあれでしたね、 EX ダッシュストレートからの KKB 中段のバッファロープレッシャーから V トリガー発動することで、まあ、ガードされても OK だし、あそこもやっぱりその気を抜いてるとやっぱしゃがんじゃう、しかも下ため技が無敵技のキャラってああいう局面絶対下入れてるんですよ、うんうん、なんでそのああいうその、まあ、いわゆる補正切りというかコンボを途中で切っての中断っていうのは他のキャラよりもより意識しづらいっていうのがあるんですよね。そういうのもろもろ加味して、
プゲルが攻め切りましたね。さあまずカウンドリーとは画面左手のグッドエイトスカット、うん、まあ序盤から樋口はうまく返しましたが、立ち回りとしてはかなりプゲラがいい、そうですね、やっぱりその KKB V スキル使った球抜けっていうところが非常に高いセールができていると。ちょっと離れた前でもこうやっていきますし、先端ガードであればね4フレーム隙あるんですけど反撃しづらいんで、プゲラとしてはまだこの V トリガー2の危険性も秘めたままというこの2試合目、じゃあどう返していくか。やっぱりこの何でしょう、ノーマーシーの強みとしては中足からのターゲットからの発動が結構強い、それがやっぱリバースピとかにも勝てるっていう判定を持って、下段の上にリバースピに勝てるっていうのがあるので、これ結構いいですよね、お守りとして持っておける。さあ樋口は今度はこの打撃で橋まで押し進めていく。どっちかというとトリガーよりもやっぱり確定 V リバーサルを意識してるんですね、こちらは今の感じで見ると、まあ、先ほどもそうですよね、画面足からソニックの連携に対して V リバーサルしていく、守っていくっていう動きが多かったですもんね。さあ樋口絶妙なつかず離れずのキルキープ、 V リバーサルでダウンを取って攻めていく。さあ白を作っている樋口ガエル、おシュート、カウンターしている、これは高い、さらに投げ、一気に樋口がフェーズを掴んでいく。リバースセンター切り返すか、プゲラにはまだ若干トリガーないが、ここで溜まったシフト置いている、前に来る樋口がうまく対応する、さばきました、ここはテリッチャラーまで。1試合目にやっぱりこの2番手先端からのソニックハリケーンっていう、はい、そんな一手を打ったんで、うん、そこでちょっとプゲラ側も読み合いを意識 していると、そうですね、いうのはちょっと見えましたかね。先手は打ってある樋口、ただここは体力を奪いながら一気に端まで早めに抜けたのは樋口、これはいいですね、ダメージは食らってはいるものの力出られた、しかもいやー押し返せ、うまくしゃがみ中パンチを押し返していく、さらにクラッシュマンター通りがまとまった、 V ゲージは2本、いや私はこの V ゲージは倒しきる、発動していったか、ここは2発目発動からおまじの軌道をさらに倒しきる、うん、これで一気にマッチポイントを握ったのはプゲラのバイソン。さあ1位通過を狙うには樋口、ここは負けられません。最低条件は40ポイントの獲得、ここを勝たなければいけないプレッシャーも乗るか、あ反撃です、確定スキルあるんですよね、深くめり込んでしまうと自宅パンチが届くと。さあ追撃を狙うが少し距離が遠かった、タイミングが難しい、抜ける、これも抜けてくる、その後のソニック高さ抜ける、白投げ柔道する、結構その樋口側としてはソニックやっぱかなりプゲラ見てるぞと、はい、やっぱ分かっているので、やっぱ要所のダッシュを通していると、うん、それをうまく通っているときに体力で取れているって感じですよね。今もダッシュタッシュパンチがやっぱりダッシュを見ていないと、まあ、止めづらいって感じでしたね。さあプゲラトリガー起動からアウリーできた、これもコマンド投げです、意識することが多い、ヒットしている、抜けれない。さあ V タイマーは間もなく消えるというプゲラ、さあトリガータイマー消える、うん、これでも悪くないですよね、この後また V ゲージ戻ってきそうな状況で終わらせられたんで、そうですね、もう2本という V トリガー、キングさんどう受けるか、ダイヤシ足発動入れ替 入れ替え暴れている、ただ被弾は最小限に抑えた、対空この局面で対空出しか上うわー、そしているグランドドットどころが勝負の暴れ、なんで暴れたんだ、残り時間を15秒、前に来る、ソニックどうだ、足りるか、上上シート転換と行くソニックガードしている、プゲラ2つ目のガード、わずかな体力が残っているが、ここを抜けてくる、極限状態の駆け引き制したのはプゲラバイソン。いやこれ1-0